ちょっと待って、いすぎ。いや、むず。待って、解説にさ、ヘッドショットしなさいって書いてあるもんね。くっそー、めちゃめちゃ疲れるんだが。急にそんないっぱい出てくるなっちゃう。チシだわ、チシチシだわ。2体はちょっと早くない？ 2 体出すタイミングはちょっと間違えてないか。てかこんなさ、なんていうの、なんていうの、こういう明らかにだってさ、そのどこに何がありますとかいう全身一様な感じがするじゃん。そんな生き物なのに中枢神経を破壊とかあるの。薬液とガンパウダーをもらった気がするんだけど、なんで作れない。暴走団、薬液赤じゃんこれ。はあ、回復薬強。なるほどね。おお、作っちゃった。構えて Y。なるほどね。うん、なんかでもこの部屋でできること他になさそうだからな。警察署の地下っぽい？バイオ2のね。全然あっちの方がマシだわ。おえ、この無理ポイントから倒していくか。俺この無理ポイントだいぶ無理だわ。なぜなら無理ポイントだから。壁のヒント大事です。よし、早い。外した。よし、来た。いい調子だね。でもこん中にも似たいんだよな。それが無理だな。頭三発。こいつ勝て。何？やった？やってない。もう一人どっか出てきた。裏にいたよな。どこだ、あ、いたいた。いや待て待て、おいおいおい、ちょっと待て待て。
おいおい、さっき見たよこれ。3人いんの？しかもさ、必ず同時に2体出てくるっていういやらしさね。くそ、どうしても外しちゃうな。5発使っちゃうわ。そんなうまくできんわ。3つの A と手ってなんだよ。鍵がかかってんじゃなくて、そういうことか。手とか A ってことか。 A が2個、 A が1個、 A が1個、手。でも意味わかんないぜ。3つの A と手が、3つの A と手はこれなんだろうなってことは分かったけど、クレイグ、ウィリアム、シャオン、タマラ、これ3つあるね。手が、手じゃなくて A が、A3 つか。 A1 A2、 A3 手。手と何の関係があるんだ。手は、手がの順番関係ないだろ。3つの A と手がどうとかっていう。3つの A と手だけ開けてみようか。ああ、勝手に開く感じかと思ったら、まあな。しかもこいつ強化型なんだけど。回復長い。強いし、解体室の鍵。わかった、こまめにセーブしましょう。それが良い。ここは2体いたけど、どうだったんだっけ。さらに先があったから行くのやめたのか。じゃあ関門からやっていこうか。待て、弾17発足りないだろうな。25発、
いって、10発使うな。やっぱりこれはもう完全チシチシだから回復しようか。結構回復さ効果高いよねこれ。だから結構な致死になるまでは使うのもったいないような回復。この関門の前にもう一回セーブしたい、ごめん。超ファインって何色なんだ、青とかなのかな。実は緑でも全開じゃないのかもしれない。あの関門の前にこっち行くか。こっちアイテムもあるしな。お、薬液ゲット。見取り図。地図ぐらい見といて。あ、広っ。解体室ってここかよ。さっきボイラー室で死んでるからな。死体保管庫まで、死体保管庫が多分重要なんだろうな。ここは？ああ、ここか。こっちからセーブしに帰れば早いのか。さっきあいついつ出てきたっけ？お宝写真。お、ハーブ。なるほど、ガードをすると敵が隙を作る場合があるのか。あれ、ここ敵いなかったっけ。でここが地下室でヤバそうだからやめといたのか。なるほど、半分は埋まったな。敵と戦った気がしたん、あ、帰りに出てくるのか。あれ、もう一体いなかったっけ。一体か。全然行ったことないところだ、マジで。おっと、ちょっと待て。弾使いすぎだろ、どう考えても。じゃあちょっとボイラー室行く。ボイラー室を克服しないことにはって感じだよな。弾の数と敵の数が全然合ってないんだよな。あ、手伸びた。ちょっと待って待って待って、動きすぎだし君。このあと3体いるんだっけ。このあと2体だっけ。ちょちょちょ、待て待て、弾足んなくなった。これはもう負けたな。セーブしといてよかったな。ちょ、強すぎる強すぎる強すぎるだろう。
ちょっと休憩します。休憩休憩。録画停止。どうしましょうかね。ナイフでチャレンジしてみるか。そういえば競争団どこ行った。ちゃちゃちゃ。あ、いた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 。ちょ、回復回復。うわっ。いや全然ナイフとかいう次元じゃないぜ。ちょ、もうちょいこっち来てくれ。なんだあいつ暇か。あいつ暇なんか。あ、いていて、結構食らってる。あ、一人倒した。てよ、実績さ、ナイフないよりはマシって書いてあるぜ。そういうもんなんじゃないの。結構食らっちゃうな、やっぱり。で、この辺まで来るとあと2人来るんだよな。あれ来ない。なんか元からいましたような感じで来るけどさ、元からいなかったでしょ、君ら。微妙だな。あ、ショットガンの弾だ。ってことはそろそろショットガン手に入るな。せっかく3体倒したけど、ここでセーブするのはちょっと微妙だな。弾は温存できたけど、回復薬が結局、1体に弾を5から10発使うか、回復薬を1本使うかの、そういう感じになっちゃうな。